国家が分裂状態にあるリビアを襲った洪水で、国営リビア通信は12日、被害の大きかった東部デルナの死者が5300人を超えたと報じました。また、国際赤十字・赤新月社連盟は、およそ1万人が行方不明だとしています。リビア東部では、豪雨によって外部から通じる道路が寸断されたほか、通信回線や電気も途絶えていて、救助活動は難航しています。